まあでも変わらないよりはどうなんだろう、ちょっとわかんないけど、いい戦いですね。でも皆さんのおかげなので。こうやってハサンで塗ると一気にどっちも 一気にどっちもできるんですよ。でもこれはもう結構使い終わった感じのやつだから、いい適量つく。試してみて。でもグロスとかだったらちょっとあれだよ、変な味しちゃうかもだけど、これはまだ使い終わりのやつだからかすかにつくんですよ。だからできる。でも新しいやつだったら無理です、私流の塗り方 でめっちゃ濃くなった、めっちゃ濃くなった。配信は30分までです。で、また1時間後の21時半から24時、その乗り方する人初めてだった。そうでしょう、私も出会ったことない。でも新しいのはね、今あるんだけど、これは新しいのはポーチに入ってて、これは家用で使う。でもこういうタイプはちゃんと塗らないと無理。ほぼ色一緒。なんかいつの間にか赤系になってるな。赤が一番いいんですよね。無難に目立ててええんですよ。ギフト、さよなら方は信じないとくてさ、ありがとうございます。栄太郎さん、キキちゃんさん、クジマスさん、原始人さん、レンさん、ゆるちゃんにランウェイ歩いてもらいたいさん、極蔵さん、花ピンさん、マツくん、しげさん、ありがとうございます。大ちゃん、ありがとう。りののさんもありがとう。でもね、これはもう優勝でずっと使ってる。2年前ぐらいから。しかも最近はあかりとか、まあリアちゃんも使い始めた。マリアちゃんに何使ってんの言えるって言われて、これだよーって言って教えてあげたんですよ。メンバーいろいろね、共有しがちだからさ、そういういいコスメとか。私もマリアちゃんの使ったコスメで良いのあったら買ったりする。でもオレンジのね、リップは最近使ってないんだよね。なんか、顔に合わなくて使ってないです。昔オレンジが多かったんだけどね。いつの間にか赤になった。2。ありがとう。可愛くない？ X がある。
X ガールとともにスクショ。かわいい。X ガールとね、これマウジーがねコラボしててね、好きと好きがコラボし合ってた洋服です。かわいい、かわいいでしょ。これもう一個ね、2色3色ぐらい色があってね、それ全部迷ったけど結局この色にしました。ミラーボールだ。回れキラキラ、浮かれキラキラ、運命のリズムでももクロの、ももクロさんのミラーボール歌ったけど絶対歌ったらダメなやつ。メイクの勉強は自分です、自分でする。うん、自分でこの YouTube とかを見て、なんかいいところを盗んで自分でやります。今はね YouTube というとてもとても便利なものがありますからね。お話し会の時隣の蓮から言えちゃうくれちゃった、恥ずかしい、めっちゃ恥ずいよ。ありがとう。でも気づかなかった。なんか鼻にホコリ入ってんだけど髪切ったんですよね、本当にちょっとだけ。でも気づかないぐらい。ゆえるちゃんに会いに行くって決めた。わお、うれぴ。じゃあ次のもしシングルが発売したら会いに来てください。ぜひともお待ちしております。男のファンの方ももちろん嬉しいけど、女の子のファンの方も嬉しいんですよね。やっぱさ、話す内容とかさ結構ガラって変わるからさ、女の方と男性の方ですごく不思議。いやまあでもまあそりゃそうかって感じだけど、そりゃそうだよね、当たり前のこと言っちゃった。でも女の子のファンの方の力もすごい必要だなって、なんかいろいろやってて思います。女性のグループってさやっぱり男性の方の方が多いけどさ、女の子のファンの方も必要なんですよね、時と場合によっては。私女の子のファン多いか分かんないんだよね。でも多い子はさもっと多いじゃん。でもさ、でもこの間ね男性のファンの方が、いわゆる最近女の子のファン増えたねって言ってくれて、そうなのかなと思ったけど、でも初期と比べたらなんか増えたなとは思うんですけど。多いのかな、女の子のファンと盛り上がってる後になんとなく息づらおもろ気にしなくていいんですよ、そんなこと、そんなこと気にしなくていいんですよ。
いぶき、フレフレッチ、いぶき何してんの今何してんの今お誕生日だからもうすぐ祝ってねここで言う、もうすぐお誕生日だからさ祝ってね。鍵ちょうだい、サプライズする。いいよ、じゃあいぶきならてか、いぶきしかね多分私の家来たことないと思う。あ、ドラさんも来たことあるわ。ドラさんといぶきしか来たことないかもしれない。でもこの間さ、自然となんかさ、別に何も喧嘩とか何もしてないけど、自然と二人とも距離を置いてる時期あって、めっちゃおもろかっためっちゃおもろかった。しかもそれ二人とも気づいてる、面白かったな。別に何もね、何も喧嘩とか別に気まずくなる原因とか何もなかったけど、なんとなく話してない時期が続いて、いぶきとね、で久しぶりに話した時になんか変な時間の間みたいなのあった。うわ、いぶきと仲良しは不思議なのかな。真反対なのかな。でも意外とさ、あれなんですよね、女の子っていうか、人と話すときはちゃんと私もこんな感じじゃなくて盛り上がりますよ。あったよね、変な感じだったよね、めっちゃ面白かったんだけど、何も喧嘩してないのにちょっと気まずかったもん。女の子あるあるんだと思うんだよね。あるよね、たまに。別に何もないけどお互いなんかちょっと距離置いてるみたいや、確かに あのぬいぐるみみたいなのを着てはやらないですけど、まああれはいぶきにしかできない。素敵だと思う、とても素敵だと思う。でもね、帰っちゃったから見てないんですよ、生で。だから今度さ、あのそれを着てさ、家にケーキ持ってピンポンしてきてあれを着て電車乗ってケーキ持ってピンポンしてきてほしいな。あんな売ってるんだね。まずどうやって膨らますの、あれ。どうやって膨らますの、あれ。口で膨らませてんの、さすがに違う。
そういうやつがあるの、ちゃんと。確かにあんなんで家来たら、家っていうか電車乗ったらちょっとさすがに勇気連れて行かれちゃうよ。そうなんだ、すごいね。おもろいな。さすがに捕まっちゃうね。アマゾンで売ってるんだ。ちょっと待って、想像しちゃうからやめて。なんかあれをちょっと着て、勇気が電車乗ってるのをちょっと想像しちゃって、じわじわくる。勇気ならやりそうだしね、なんなおもろいな。調べてみよう。うさぎ着ぐるみ、かわいいのしか出てこないの。出てこないよ。いや恐竜もあるよ。いや貸さなくて大丈夫。大丈夫かな。田中杏奈さん、シナモンロールありがとうございます。シナモンロールだって。ハロウィンおもろいで調べる。いける。おもろいで調べるのをやめてよ。ファンのみんなさんを面白がさせてるじゃん。もうそれはかわいいにして。さすがに兎ハロウィン面白い。ネットから調べよう。ハロウィン面白い。星集め、いってらっしゃい。めっちゃ黒いの出てきたんだけど、全然面白くないじゃん。どうやったらあれに、あったよ。確かにこんなに大きいとは思わないわ、この写真を見て。あった。確かにあんなに大きいとは思わない。これこのサンプル品を見て超面白いじゃん。でも3日前って書いてない。じわじわくる。じわじわきちゃうな。確かにこんなに大きいとは本当に誰も思わないわ。ちっちゃく見えるね。ちょっと待って。あ、面白い。1位ありがとうございます。イエーイ。超面白い。みんなも調べてみて。後でうさぎをも、確かにうさぎハロウィン面白いで、もうちょっと下に、ちょっとね、下にね、行ったらね、
ある。でも恐竜とかあるね。お話し会の洋服はどれぐらい前からデビュー？私日によりますよ。でも今回のは本当にギリギリ2日3日前とか。やばないってなって、買いに行く時間もなかったから、やばないやんってなって、2日3日前に買いに行きました。あと1週間前ぐらいからだったらネット通販はギリ届くので、5日6日ぐらいで届くから、1週間前ぐらいだったらネットでも間に合います。ショールーム内のチャレンジがサンリオのうちギフト受け取れます。そうなの？セーターティーね、着ようと思ったんですよ今回。思ったんだけど、なんか届いてない人と届いてる人がいるって言ってたから。でも着てくださってる方いて嬉しかったです。ハロウィンの時期か、もう何もしてないな、ハロウィンって。てか、ホラーナイト行こうって言ってるのに全然行けてない。あ、さすがに行きたいな、本当に行きたい。服の系と似てる気がする。ナナハちゃんとってこと？似てるのかな。でもね、服の系統初期の頃から割と変わりました。てか、コロコロ変わっちゃうのよね、私って。なんかね、あんま決まってないかもしれない。ちなみにセーターティーはもう私はもうずいぶん前から届いてましたね。8月ぐらいからももらってた。今の系統なんだろう。でも割と各国の通販で買ったりもするし、でもワンピースも好きで買うし、なんなんだろうね。でも意外とね、変わったりもする、コロコロ。なんだろう、私の服の系統って。でも動きやすいのもあるなって思う。今度さ、シーンでね、買ってみたいのよ。シーンっていう韓国通販で買ってみたくて。で、この間ね、この間買おうって思って、そのボンボンね、そのカートに入れてたんですよ。そしたらすごい値段になっちゃって、一旦置いたから、ちょっと整理して、またちょっと買いたいなと。確かにフリフリは着ないかな。似合わないしね、なんか私の体型みたいな、体に似合わんので。意外ハイウエストとかも多いかな。意外とね、こだわりはあるかもしれないです。あ、お腹がギルギルなった。26分。そう、ハイウエスト多い。意外と丈の短いやつとか多いかなと思う。かわいいこの服。Xガールとか好きだな。Xガール、マウジー、キルシー、
でもチコっていうところも好きだし、意外と何でも行くかもしれない。ロングスカートは最近履かないかな。ロングスカート履かないかな。ズボンの方がいいかなって気がする。あ、ザラも多いね。ザラ、あ、H&M も多いです。私 H&M ね、いいんですよ。安くて、全然安いけど別に安く見えないみたいな感じだからいいんですよね。では読みます。13位コウジさん、12位ハノンさん、11位シマシャキさん、10位アビさん、9位カナピちゃん、8位古川さん、7位クジマさん、6位テルさん、5位リノノさん、4位なんちゃって寿司職人さん、3位ツーさん、2位田中アナさん、1位栄太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、次は1時間後だね。意外とすぐかもしれないけど、さっきの配信よりはちょっとは元気になった。そう、ザラは可愛いよね。 H&M も可愛いし、意外といろいろ買いますね。見つけて可愛いって思ったら買う時もあるし、ネット通販で全然買ったことない店舗で見つけたやつとかも買ったりもするから、いろいろね試せるようにもなりたいけどね。今回最新来てありがとう、みんなありがとう。いっぱい置いときますよ。でも9月はすごい、あ、10月か、ん ?9 月はお話し会とかがあったから、めっちゃっていうか、洋服は今最近買ってなかったのに買っちゃった。ではまた後でお会いしましょう。バイバーイ。また後でね。ありがとうございました。